おはようございます。さそりです。おはようございます。かじきです。かじきです。二人合わせ、てつじです。誰？あの、最近ハマってる。R1 の2倍あげるから。あんたにもあげるから。だいたい諸説しかないけど、風邪ひかないって言ってるから。2倍なんか出たんだ。僕は、昨日の夜、ちょっと久々に、え久々にお酒を飲んで、で、お酒飲むと何したいか分かるでしょ。うん、そうなんだよ。そうだよ、ラーメン食べるじゃん、三茶の町田商店。プープープーって言ったよ。深夜2時半勝ち込んだ。一人でペロッペロになりながら入って、いいの。でも帰りにタクシー乗って、三茶で降ろしてくださいって言って、そのやっぱここで降りますって言ってラーメン食べて、で豚骨醤油ね、で町田商店美味しいじゃん、はい、それと一緒に酔っ払っちゃってるから、マックスラーメンに海苔とほうれん草と白ネギトッピングして、うん、それにライスと別皿ライスと餃子頼んで、めっちゃ食うやん。ちょうど1940円。ちょうどって何？分かんない絶好調。ちょうどって何？本当に食べて、なんかもう酔っ払って食べてるからさ、なんかさ、こう なんていうの、もう食べてるんだけど何してるか分かんないの、うん、もうで、しかも一人になった時が一番酔うの俺って、うんうん、あ、帰りしなとか酔うよね。そうだからもうなんかこう肘ついちゃいけないよとかで一人で言いながらやばやばカウンターでやば、肘ついちゃいけないよとかやばそれこそ動画回してほしいきついよねいやいやーとか言って食べてやばっ、うずらちっちゃいとか言ってうずらとあとのさ、内臭が全部出ちゃうやつ。そう出ちゃって、なんかうずらちっちゃいね、うずらちっちゃいんだねとか言っ てパクッとか言ってやばっっていうことやって食べて、その夜ご飯をちょっと炭水化物抜いてたから、なおさらお腹空いちゃって、で食べてて、で、あの町田商店ってさ、町田商店ってさ、玉ねぎめちゃくちゃ入れれるじゃん。あ、入れられるね。うん、玉ねぎ入れる時もさ、よいしょよいしょとか言って、こうなんかもう一面白みたいになってる、玉ねぎで。でそれ全部食べて、途中でなんか後悔し始めるの。やばい、もう絶対後悔すると思って。もう絶対後悔するのが分かるわけ、もう見てて、もう食べてて、で、なんかゲップとかもさうっぷみたいな感じで、まあ食べて、ライスもちゃんとでね、ライスなんだよ、食べ方の問題は、ライスに、誰かさんのせいで胡椒めっちゃかけるようになっちゃった。ああ、君、あなたもやんないっけ、誰がやるっけ、なべちゃんか。この前紹介してためちゃくちゃ胡椒かけるのよ、最近俺、うん、で、そう違う、胡椒かけて、で、胡椒にちょっとスープやって、うん、玉ねぎちょっとトッピングして、で、チャーシューと海苔を混ぜてで食べるんです。だったら、いや、あれってさ、合法の麻薬だよね、だから本当にで、まあ、でも全部食べて、ごちそうさまでしたーって、誰よりも大きい声で「ごちそうさまでした!」一人で店員さんみたいな、もうみんな俺のこと見るみたいな主みたいな、やばで、タクシー乗ってごちそうさまでした一人ね、やばで帰って、お風呂入ってでも途中で、ほんとこれあんま良くないよ、あんま良くないんだけど、別に使ってあんま良くないんだけど、全部履こうかなと思うわけ、やっぱりいつも後悔するから。もう翌日こうやって眼鏡でこうやってあのむくみを隠す
人になるの分かってるから、うん、今まだ胃の中にねいる状態だし、じゃあなんで食ったんだって話なんだけど、うん、もう全部あの吐いちゃおうかなって思う時あるの俺は、うん、えない時々え、あるよ、あるでしょ、うん、てか出てる時あるし、ね、もうね着いたらなってるでしょで、俺もギリで、でもなんかあんまり吐く感じでもなくて、意外となんもいいやっつって、だからその時ぐらいにごめん明日時間ずらして行ったでしょ、ね、でとりあえずもうこれは寝るしかねえやっつって寝て、もうね分かんの寝てる間にむくみ出してるの体が、マジ、うん、顔とかがどんどんなんかアンパンマンみたいになってくるのが分かんの、あでももう最悪で終わったと思って、まあ、しょうがないけど、で起きてやっぱ案の定もう朝誰か分かんなくて、8度見しても自分のこと自分と分かんないびっくりしちゃった、8度見しても自分で自分のこと自分と分かんなかった、びっくりしちゃった、誰って言ってで、あのまあしょうがねえかっつって、うん、とりあえずこれいっぱい買ってきてここに来たんだけど、うん、これで一本動画になるんじゃないなりそうだけどいいよこのくだらない俺のラーメン最高だよねって話。